今回はもう声と顔だけというね、普段掛け合いとかあるんですけど、そういうのがない、もう顔のみの勝負で、あ、結構簡単だと思いながら現場入りしたらすっごい NG が出まして、あ、そうだいぶかかりましたあのサクッと食うハッピーターンの表情がノブさん違いますで20枚食いましたいやでも私も食ったけど、ね、結局うまいからね、はい、あのもぐもぐしちゃうんですよあのね、でも CM やからパパキッとこう一口でいきたいけど、そう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 、口の中にあれがあるから食っちゃうんですよ、うん、それで NG 出るみたいなね。 NG 出るのが嬉しい現場初めてでしたね。ほんまにまた食えるというね、うん、なんかちょっと見てみたいです、その仕上がりを。いやー、僕はハッピーターンスパイス担当だったんですけど、ちょっと衝撃でしたね。ついに亀田製菓がやりましたね、禁断の食べ物ハッピーターンがもうすでに禁断だったんですけど、これやばいっすよ。確かにこれもう確実にうちの晩酌の時のあのおつまみとお菓子の大一軍あのもう超速球投手が入ってきましたね。なんか美味しかったですね。いや、すごかった。やっぱでも、まあ、私はハッピーターン担当で、元祖のね、元祖のハッピーターンを改めて、うん、食って、うんうんうん、いや、こんなにやっぱうまかったかという、やっぱもうある程度大人ですから CM 中に何本か食べて、うん、手にいっぱい粉がついたんですけども、はい、泣く泣くみんなが見てるから拭き取りましたけども、うんうん、本来なら行きたい。あ、はい、もう俺は行ってた、行ってた、俺はもう歯で行ってたほんでそのスパイスの方も食べたんですよ、さっき。はいはいはい、グイの作りましたね、うんうん、あれ、そう、あれちょっと大人っぽく感じるやん、ちょっと、そうそうそう、ちょっとでもあれ多分子供が一番大人ぶって食いたい味のギリギリのところに。そうなのよね、あの元祖のハッピーターンのあのパウダーの味ももちろん あれの濃いやつプラス、うん、ちょっとピリ、もうちょっとね、ペッパーなのかピリなのかスパイスなのか、なんかあの何でもかけてもうまくなる魔法のスパイスあるじゃん、うん、もうあれをかけちゃう。カメラがどこであの粉を作り出したの、どっかの海の深海とか掘ったら出てくるのかなとんでもない粉を見つけてますね。あのハッピースパイス新しいの開発した担当者、社長になりますよ次期社長になると後にな、多分大儲けすると思いますんで、ちょっと食べてほしいですね。めっちゃ良かったです。もうだってハッピーターンの元祖を超えれないってやっぱ思ってるじゃないですか、元祖が偉大すぎて。でこの2、このバージョン2で超えつつあるというか、僕の中ではだから、あのバックトゥーザフューチャー2を見た時の衝撃、まだおもろい、1があれだけおもろかったのにもう超えれんと思ってたの。そう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 、あれだけはもう 2で超えてきた、超えてきた、ちょっとびっくりしました。あの正月太りで、4キロ太ったんですよ。でまあまあ今戻りつつあるんですけど、そうそうそう、あのこういう CM もあるじゃないですか。で亀田製菓さんのこれでいい顔で写ろうと思ってダイエットやっつって2週間前からしようとはしてるんですけど、夜の菓子がやめれないですね、やっぱり亀田かな、亀田、結局亀田なんですけど、ちょっとそれは結構食べちゃいましたね。夜中に寝るギリギリまで食べちゃいましたね、はい。ちなみに体重の方は、0.5g ぐらい痩せました、はい、あんまり意味なかったんですけど。 3.5 プラスのまま。そうですね、はい。なんかね、嘘みたいになりますけど、うん、なんか感謝の気持ち、妻への。嘘やん嘘みたいになりますけど、ほんまのこと言うねん。いやいや、別に嘘じゃない、やめれない。何が、妻への感謝の気持ちを言葉にすること。なんかもう CM 範囲になってるCM をもらえるタレント。いや、亀田的にもこっちの大悟の方がええやろ。いやいや、もう嘘になるから。いや、大幅な改革していってるやん2023。亀田と共に、亀田と共に。あ、まあそれはいいことですよ、うん、まあみんなそうですよね、うん、
感謝の気持ちは常にやっぱ、うん、言葉にできなくても思うってことは大事だと思います。あーいろいろね、やっぱりずっとなんだテレビこう出だしてよく比べられるのはこうお互い地方同士ですし、なんかこうなんだろう、ちょっと男臭い感じもするというので、サンドイッチマンさんはよくね比べられるんですけど、全てのランキング面白いと思う芸人とか、なんか好感度とか花があるとか、全てのランキングでサンドイッチマンが上位にいるんですよ。1個ぐらい勝ちたいなと思いますね、うん、ライバル、そうっす、千葉雄大とか。どこがやねんこのハゲだるまが。あれもそのすいません、千葉雄大さんなるかい、千葉雄大の毛根しっかりしとろや。失礼しました。あの可愛さやっぱね、うん、なんで千葉雄大やねんお前の類似タレントが。いや類似じゃない、ライバルやから別に誰でもいいやろ。やるんか UR 賃貸。吉岡里帆とツルツルの顔で UR 賃貸ってやるんか。亀田の CM の後に申し訳ないですけど、いつかやれるんなら UR 賃貸もやりたいし、そんなに変わらんと思うんですけどね。変わるわだいぶ。